なもんで大金が儲かるのか。悪い知らせだぞジャン。言葉に気をつけろ。息子がいるんだ。それは神に対する冒涜だ。教えてもらおう。一体どこにこんな素敵な店を持てる金があったんだ。なかなかいい日焼けサロンじゃないか。人に借りた金も返さないくせに。ロッカーを調べろ。そんな汚い言葉使ったら承知しないぞ。この中に服を入れろ。今日は裸で家に帰ってもらう。返すべきものは返せ。この日焼けが冷めるまでには返した方がいいぞ。スーザンと呼んだっていい。それはそちらの陶器の意思次第だ。金額はどこで消えた。飲み屋。電話を取ってくれ。飲み屋に部落が入った。部落は強盗だ。心当たりがあるから聞き込みに行こう。自由なんか必要ない。俺がいる。いいネクタイだ。それがどうした。まだ俺は冷たくなっちゃいねえ。お前と違ってな。飲み屋に入った強盗は誰だ。やめろって言うんだ。恋人が見てるところでぶちのめすのはやめろってのか。彼の不幸な怪我からお前たちは何かを学んだのか。華やかな泥棒家業の哀れな末路を知り人生を変える気になったとしたら、その時彼の傷は高潔な意義を持ち輝くことだろう。チャンスをもらったんだ。かわいそうなトビン、かわいそうな俺たちだ。さあ始めろ。あいつはどうも嫌な予感がする。あの男にケツをまくる覚悟はできてると思えないんだ。ほい、また会おう。分かってんだぞ。こう考えてる。もしあのランちゃんが罪悪だったら俺のケツに突っ込むのかなったんだろう。もしもう一度ガンつけやがったら根元までずっぽり埋めてやるよ。どうだ、死ぬより辛いぞ。準備がいりますが、まずはチーム作りから。もう一つだけ、ピッチの上でのことは恨みっこなしに。よし、次は体力テストだ。1で左手、2で右手、3で両手、4で打つ、5で飛んで走る。ギャンブラーだろ。提案だ。仲間を貸してくれ。試合の勝敗を賭けにして儲ければいい。いいか、こんなサーカスみたいな真似は必要ない。大事なのはチームの団結だ。だろ。よし、ポジションだ。俺はミッドフィルダーをやる。ミッドフィルダーは俺の後ろに、ディフェンダーは左、フォワードは右へ。来たぞフランク。バットマン、大一悶着起こしに来たか。言っておく、今度会ったら背中によーく気をつけることだな。笑えるぜ。決着をつける時が来るぞ、近いうちに。そこでじっとしてろ。動くな。おい、車から出ろ。こっちだ。動くなよ。来い。黙ってろ。伏せてろ。やる気あんのかよ。大した運転でバス代は払わんぞ。よし、お前らゆっくりしろ。しばらくここで待機する。そりゃサツのヘリが来るまでよ。カホーは寝て待てって言うから。おい、お前扉を閉じとけ。人が多すぎる。仕方ねえ、客の半分は解放するぞ。撮影会じゃねえんだぞクソガキ。よこせ、このガキとジジババを下ろせ。前の2列を開けろ。俺はリバーフェニックスに似てると思ったがな。マヌケ野郎が。何が家へ帰ろうだ。のんきなこと言いやがって。俺用の公務、それとダムを跡形もなく吹っ飛ばすだけの爆薬だ。炎で喉が焼き潰されてるのさ。叫び声も上げられない。昔と変わらないってのもいいもんだろ。なんか変だな。最後まで油断は禁物だぞ。保管庫の前で武器を見張ってる。何をうろついてやがる。おいおいおい、そこのエルミス、もうこれ以上誰も殺させやしねえ。無所で腐っちまえるよ。マシだ。この航海のどこが不安なんだ。島がどうした。教えてやろう。俺は何年か前に上陸してる。イザベラの黄金を手に入れたんだ。どんな生き物がいようが必ず宝を見つけて持ち帰るだけだ。よく分かったよ若い。臆病者はな、邪魔なだけだ。他に文句のある奴はいないってことだな。ジャガーノート出してくれ。ションベンがして顔が大事でね。今シーズンもこれまで通り決めてくぞ。ピセット。なんだ、随分小粒だな。よし、シャツありとなしで練習。何？太陽アレルギー。イリリアじゃそういう生徒にも配慮してやる。日傘さしてついてってやるから。軟弱が。シャツチーム、よし、いいか、始めるぞ。よし、休め。みんなよく頑張った。真剣さが伝わってきたぞ。監督として誇りに思う。それでは今からチームワークを発表する。レギュラーと控え。だが控えになっても落ち込むことはない。控えもレギュラーと同じようにチームの一員だ。ただし当然だが試合には出られない。
声を上げたのはまるで女だ。しかし女に見えん。キスしたいか。明日の朝には生まれたことを悔やむだろう。そうか。コンボをよこせ。後ろのテーブルに両手をつけ、トッチョからやってやれ。ドムに歓迎する。来い。中を見せてみろ。わざとだろうが。ちょっと待て。どこかで会ったか。バイオにゴミ回収業者は何社あると思う？200の会社がひしめき合ってる。要するに誰も得をしない状況だ。あいつらを組合に加入させるのは簡単じゃない。お菓子でも欲しいのか？遠隔操作によって起動できる範囲は半径50メートル以内。これがリモコン。いつでも好きな時に爆破できる。これで奴はコッパみじんだ。いつやる？お菓子でも欲しいのか？面白いケープだ、この野郎。ちょっと冷たいぞ。あれはお断りだ。家まで送ろうか？俺の部屋に来ればいい。すぐ戻る。待ってて。なんだ、いいところだったのに。なんだ、どうした？ならフランスが対処するだろ。段取りは分かった。人を集めよう。メルツァーが中にいる。力を抜けよ。女が連れ去られた。撃てよ。床に伏せ、まれ。早く伏せろ。見るな、伏せてろ。動くなと言ってるだろ。食べるな、この野郎。こいつを始末は。本当に怖いのはバイツだ。ボスはサルコーネなんかじゃねえ。俺たちの一番上にいるのはガブリエル・バイツだ。サルコーネなんかより何倍も怖い。いたずらに近づくんじゃねえぞ。そういうことだ。バイツはこの20年物を町に流してる。取引ルートの管理を任されてるのがサルコーネで、護衛の仕事は俺が奴から引き継いだ。金は渡してるが、俺はサルコーネの知らない場所で別に稼いでる。何年か前、クイーンズの検事補が刑事を仲間に引き入れてサルコーネを捕まえようとした。嘘とは何のことでしょう。そんなことをしたら1ヶ月分の給料が丸々飛びます。お前を探せろ。貴様に用がある。裏立ってろ。所長、これ見てください。わかりました。どうした、息ができなくて苦しいか。しぶとい野郎だ。さっさとくたばれ。ここは俺の席だ。お前もだろ。悪い習慣だ。俺の車の中では吸うな。トランクの役の代金として今後ろに20万ドル置いたろ。だから俺のもんだ。昔マジックって名前の猫を飼ってた。お前と同じような腰抜けだったぜ。これでどうだ。バカだから多めに見てやる。いいか、よく聞くんだ。車から出てそのまま通りを歩いていけ。ほら、俺だ。俺だよ。さあ乗れ。元気そうだな。毎日ステーキでも食ってたのか。怒ってるのか。迎えに来るのが。文章のことは忘れろ。さあ乗れ。パーティーの準備がしてあるぞ。うちだ。他人の手に渡ったら困るだろう。あんたのために日当たりのいい部屋を用意してやる。クエーン、遅刻したから怒ってるのか。どうした。いいから乗れよ。俺たち兄弟も同然だ。おい、無所暮らしで頭がいかれちまったのかよ。どれからやるかもう決めたか。そりゃつまらんな。だがちょっと驚いたよ。お前は規則通りの優等生かと思った。なぜここなんだ。なぜ警察に突き出さない。さっぱりわからんな。アディソンか。アドラーだ。アイリン・アドラー。アパートで殺されていた。カムデンロックで1年半前か。がっかりさせるが、あれは俺じゃない。俺は半年くらって無所にいた。殺しでじゃないぞ。万有ファンとの間でいざこざがあってな。そいつアーセナルをこき下ろして回ってた。大したこっちゃない。焼き入れただけだ。そこまでにしておけ、エディ。いいさ、人手は足りてる。早く銃を捨てろ。いたずらが過ぎるぞ。そんなに焦るんじゃない。個人的な恨みがあってこんなことしたわけじゃないんだ。あくまでビジネスさ。ああ、お友達が来たな。入れ。まあそう焦るな。少し静かにしろ。肩の力を抜くんだ。二度と大きな声を出すな。やめろ。手荒な真似はよせ。お友達は興奮してるだけだ。まったく、ここへ顔を出すなんてよっぽど度胸があるか間抜けだな。しょうがねえな。だが会うからには覚悟しとけ。静かすぎる。悪い兆候だ。我々黙れ、コルト。
後始末をせねばならん。バンホンに電話だ。男は問題なく始末できたが、3人の部下がバーで何者かに襲われた。分かってるのか、お前らを消すことなど簡単なんだぞ。お前の仲間に女をさらわれた。俺のものだ。いいか、よく聞くんだ。女を返せ。今の聞いたか、俺たちのことをバイキンだと。キュスト、通称北極狼だ。全員自己紹介しろ。犯した罪も話せ。まずは沼に食われて死にたくなきゃ俺から離れるな。死にたいなら別行動しろ。おとぎ話、それならさっさとここから立ち去れ。激しいね。賭け金を少し上げないか。15で決まりだ。失うものは多いぞ。おい、何を飲むって。ナンパじゃないぜ。信じられるか、ゲイだらけだ。あの女ども見てみろや。最高だね。気に入ったぜ。それはもうじっくり考えてくれ。俺は逃げない。まさにその通り。待てよ、金は消えたんだぞ。今さら何をしたって手遅れなんだよ。下がれ。蜂の巣にしてやるよ。行け。お前の悪いとこはな、何をするにも手ぬるいってことだ。5年経っても相変わらず甘いな。ガチ上だよな、アントン。兄弟みたいなもんだ。いつも俺を守り忠実なんだ。立てよ。ある奴が教えてくれたんだ。目立つことをするなという俺の命令を守らず警官を撃ったバカ野郎がいるってな。まさかそのバカ野郎がお前とは。俺の計画に必要なことは2つ。間違いを犯すな、警察に知られるなだ。今回の件はどっちの考えだ。先に俺を倒せば生きて帰れる。それがルールだ。政府高官が狙われているとの確かな情報が入って、君に状況を探ってもらおうとしたんだ。こうなるとは。君の家族を巻き込んだことは謝る。いや、それは知られてない。だが心配ない。家族は必ず取り戻す。倉庫の奴らを調べた。ボスはこいつだ。デビッド・マリノ。殺しを心から楽しむ男さ。 CIA。 マリノは正気じゃない。手当たり次第殺してる。出所した奴を。元は机上の空論だったが、今は作戦に反対した大統領を CIA が狙ってる。容器をもらおうか。そういうわけにはいかないな、マクガイバーさん。あんたが容器を渡せば友達は助けてやる。渡せばもう誰も傷つかない。あんたに女を殺せるか、ハッタリだと思うか。ほらよこせ。腕ずくで奪われたいか。ニッキーが持ってる。ありかは知らん。買い手と会うのはニッキー一人。俺たちは取引の後に落ち合う。ニッキーの案だ。誓うよ。何も。プラハの口座を調べろ。母親名義で500万ドルあるはずだぞ。